あ、よかった。セーブさせてくれる。優しい。優しい。右下でしょ？右下。俺分かってるから。右下でしょ？右下でしょ？ギリギリ間に合うか。ギリギリ間に合うか。あ、余裕かな。余裕かな。オッケー、余裕だった。オッケー。あの、罰してくれるの親切だね。すごい。ふぅ、ビビったぜ。ナイフ持ち歩いてるなんてな。かなり危険そうなやつだったね。まだいるじゃん、ていうか。この階の出口はここだけだから、あいつは閉じ込められた。この扉突き破ってこないよな。突き破れそうだけどな。さっさと上に行こう。突き破れそうでしょ。よし。リズミカルに叩くんじゃないよ。こっち？あ、でも上行ってみたいな。あ、先にこの階調べた方が効率がいいんじゃない？くそ。指図しやがって。俺は26だぞ。26の無職だぞ、お前。あ、セーブだ。舐めやがって。ここは？穴が、また穴が開いてるな。作り方考えると、この下は私とジンが出会ったところ。ジン、ロープ持ってる？いや、俺は手ぶらだ。ならロープを探そう。ここから降りるのか？あいつがいるのに降りるわけないじゃん。なんでロープが必要なんだ、じゃあ。なぜなんだ。無職。仕事だけが人生じゃないぜ、みんな。言ってたぜ、もう一人のジンが。生きるぜよ！様々な事件の記録がたくさん入っている。事件の記録を集めるなんて、ジンのおじさんって本当に変わり者だったんだ。悪趣味だよな。でも本当に儀式を作ったのならすごいよな。迷惑極まりないよ。本当に。いやでもね、ジンっていうね、ドラマはね、面白かった。知らんぜよ。事件の考察という本がある。連続殺人、無差別殺人事件の考察。目撃証言から犯人は男、凶器はナイフということが分かっている。必ず生存者を作る。犯人の考えは何なのか。犯罪者の行動の原因として自分の過去の再現をしたい願望が、欲望がある。おそらく親族が亡くなった時の悲しみを他人にも味合わせたいのではないだろうか。男、ナイフ、生存者。さっきのやつのことっぽいね。あいつが無差別連続殺人事件の犯人だっていうのか。本当か分からないけど可能性高そうじゃん。もしかしてあいつも儀式を行いたいのかも。どうして。質問ばかりしないで、少しは自分で考えれば。くそー、冷た。でも嫌いじゃないです。わ、こっついらっしゃい。ペニシリンが。あれ面白かったね、ペニシリン。他にこの階でできそうなことないし。でも坂本さん死んじゃったかな。上の階に行ってみよう。知らんって言ってたのにね。村方仁がおれば。坂本龍馬は知らんって。文具がたくさん。結果死んじゃうっていう。ちぇー。あれ第2期あったよね。1期2期と。ゆりちびらしゃい。歴史変わらず。でもあれだよね。歴史ちょっと変わったよね。確かね、あのドラマ版とね、あれ原作漫画なんですけど、漫画版とね、ドラマ版違うからね、終わり方。俺結構ね、漫画版の終わりも結構好きですね。あの、村方仁が2人いたみたいな。あの、現世に戻った方と、あっちでね、生涯過ごした方がいるんですよね。漫画版。そう、なんか2人に分かれてね。それもちょっとね、その終わり方も結構面白かったです。っていうね、関係のない話を。工具が入っている。工具ってロープとかないのかな ?3 階。今ここ3階だよね。木の箱入っている。空っぽ。ん？こっち。だから行けなかったところを俺たちが行くみたいなことだよね。行けるな。よしよしよし。ちょっと迷ったが。OK。とりあえず、逃げ道を、やっとこう。よし。ロープで、OK！ これで、このロープ何に使うんだ？使う手はないよ。万が一に備えるだけ。その方が、ん？なんか、聞きたいんだけどな。万が一か。万が一。首を絞めるんじゃないか？ジン、面白いんで、ぜひね、見てください。お？お？扉破ったのか？なんだ今の音。万が一が起こったかな？この下の階の穴の開いた部屋に行こう。降りるのか。え、他はもうなかったんですかこれ。セーブしたいよ。セーブ。こっちは？鍵はかかってないが開けることができない。儀式の間かこれ。儀式の間っぽいな。扉破られた？あの声は！じゃあ様子を見に行こう。誰かいるかもしれない。え？ああ、ここであれか。あそこにいるのは。ほらほらほら。さっきのシーンだね。さっきのやつにリクとエマだね。助けに行かないと。闇雲に行っても状況良くならないよ。
じゃあどうするんだよ、このまま見捨てるわけには。バカ。え？さっき言ったでしょ、万が一のためだって。ロープでどうとかできるっていうのか？私の言う通りに動いて、必ずリクもエマも助けるから。わかった。ロープで？なんか投げたよね。ロープ投げんのかな？ポイッつって。シロ、いいとこだったのに、空気の読めないやつだな。あ、やばい。いいことしたやと思っただけよ。呪術者を殺すと儀式は失敗する。儀式を成功させたいなら殺さない方がいいんじゃない？会いたい人がいるんでしょ？ヘトの会いたい人って誰だ？急いで調べたから細かいところわからないけど、あなたが生存者を作る理由は？おいおいおい。仕方ない。お前が先だ。家族に会いたいのかな？ロープでどうするの？ロープで。あ、仕掛けは完成した。急いで追うぞ。え、追うの？あ、そうか、登ってくるのか。違うのか。よし、この扉の鍵を閉めれば。そういうことか。え、でもロープで登るのついてこないかな。足掴まれそうで怖くない？おう、行けたんか。落ちた。ふっ、閉じ込め完成。でも閉じ込めてもさ、結局扉破るんだからさ、何かしら命を奪う的な？奪う的な？南いらっしゃい。シロちゃん大丈夫か？賢いけどさ。なんとかね。ドキドキしたぜ。こんな作戦よく思いついたな。だから私任せって言ったでしょ。シロちゃんの方があいつより足早くてよかったね。あいつが足早かったらもう追いつかれてたもんな。さっきあのとこに言ってたことって気にしなくていいよ。あいつの気を引くための嘘だから。そうなの？エマちゃんが儀式を行ってるって思うのか？あくまで可能性だけど、多分そうだろうね。リクとエマちゃん探そうぜ。儀式やろうとしてるならやめさせないと。って言っても探すの大変そうだな。多分上の階の中央の部屋かな。え、どうしてわかるんだ？リクたちは1階が安全だと思ってないだろうからね。シロちゃんとかみんな冷静だな、すごい。なんか人間ができてるというか、達観してるというか、おじさんより全然、あれだよ、立派な人間だよ、みんな。え、友第9部隊いらっしゃい。声が聞こえる。俺もね、ロープをね、登れる自信がない。儀式を中止する必要はない。え、確かに儀式なんて、比較的なものに頼るのはバカだ。だが、お前が望むなら、儀式は成功させる。リク君！やっぱり儀式をやろうとしてるのか、止めないと！悪いけど、私はここで待つね。なんで、あいつがまた扉突き破るかもしれないし、ここで見張っておくから。儀式のこと任せる。わかった、任せろ。今ね、サイドストーリーやってます。ちょっと待てーい！上ポンいらっしゃい。調子はいいよ。からの？どこに飛ぶ？次は。どこに飛ぶかな？あー、ここに飛んだ。あー。これでサイドストーリークリアなのか。なるほどです。裏側がわかりましたね。いや、結構ね、省かれてる話あるなと思ったら、そういうことだったね。裏事情、把握メダル。かわいい。コメさんありがとうございます。そういう感じで終わっていきたいと思います。全部見たよね。うん、エンディングも見れたし、かわいい。うん、依存から自立に。ありがとうございました。裏で何が起こってたのかがわかりましたね。どんな話だった？ぜひね、ぜひ動画を見てください。そこは見てください。ちょ、セーブします。サイドストーリーもクリアー。じゃあもうやることなかったっすよね。他に。2周目を始める。多分ね、やんなくても、いいと思うので、いきます。じゃあ、出ます。出れません。出れませんでした。はい。なんか、RPG のオープニングであるやつだもんな、これ。曲でちょっとね、吹いちゃうんですけど。RPG っぽくて吹いちゃうんですよね。ホラーゲームなのになんか RPG っぽいなっていう。はい。いけにえの本、無事クリアしました。ありがとうございます。ありがとうございます。2周目あるのかな？えぇ、ー、あ、ちょ、待って、2周目あったりすんのかな？でも、2周目でやること多分ないんじゃない？ないよな、多分。だって、エンディング2つっていうのがあったから、そんなやることない、あるのかな？どうなんだろう？ちょ、とりあえずあれですね。じゃあ、1回終わっときましょうか。1回終わっといて、もしなんか変化があったらあの動画にします。多分ないんじゃないかな。エンディング2つっていうね。
の、あの、フリームのダウンロードページで、書いてあったので、多分エンディング回収用だと思います。でもどうなんだろうな。なんかすごい疑問が出てきちゃった。なんかモヤモヤした感じになっちゃった。とりあえず一回終わりますね。いけにえの本、ユッケルさんのね、断罪の館からの2作品目でしたね。とりあえず、俺はもうこれで、あの、トゥルーエンドはね、あの、自立がもうトゥルーエンドだと思うので、人の救い方ね、依存するのか、依存させるのか、自立させるのかみたいな、そういうのだったと思います。もしね、また何か判明しましたら、ね、判明しましたら、やろうと思います。なければね、これが、あの、最終パートとなりますので、ご了承ください。ぜひね、興味持ちましたら、前作、断罪の館もね、すごく面白かったので、こっちはすごい綺麗な感じだけど、断罪の館は結構ね、ドロドロした感じなので、綺麗な方がいい人はこっちみたいな、ドロドロがいい人は断罪の館みたいな、そんな使い分けができると思いますよ。周回ないっぽい公式サイト的には、ナジスか。ありがとうございます。なんかすっきり終われます。というわけで、無事クリアしましたので終わっていきます。また次のね、別の作品でお会いしたいと思います。お疲れ様でした。じゃあの。